さすがにここから入ってきたってのはなしか。ああ、下は水面だしね。狼型の魔獣だったらよじ登るのも無理だろうな。ねえ、ここから入ってきたというのは？いかにも魔獣が入ってきそうな地形だけど、それでもやっぱり高さがネックになりそうだ。かなりの高さですけど、途中に一段屋根がありますね。と言っても一階分の高さが二段か。魔獣が入ってくるのはかなり厳しいかもしれないな。さすがにここから侵入したってのはないか。飛行型魔獣なら説明はつくんだけど。ここは？ねえ、ここからだったら入ってこられそうじゃない？確かに飛び移ってこれない高さじゃないな。となると、さてと、この上を調べさせてもらうか。ランディ、手伝ってくれ。よし、来た。ビンゴだな。ああ、魔獣の足跡、それも狼型のやつだ。やっぱり。となると、あちらの方から侵入された可能性が高そうですね。ああ、多分そうだろう。見たところ、そっちはそれほど高さがなさそうだ。また入られちまわないよう何か対策をした方がいいかもな。そうね。でもここでの調査はこれで一通り終了かしら。ああ、そうだな。どうしてわざわざこんなところに入ってきたのか。それに、どうしてリットンさんを中途半端に襲ったのか。まだまだ謎は残っているけど。さすがにそれは魔獣に聞いてみないとわからないのでは。そうそう、警備隊の調書の保管ができただけでも十分だろう。そうだな。よし、とりあえず帰る前にセシル姉に報告しよう。
そうね、報告とお礼を言わなきゃ。そんじゃあ、まあナースセンターでも行きますか。あれ、どうしたの。いや、向こうから飛び乗ってきたらこの上に足跡がつきそうだけど、ホコリがついたままってことはしばらくこの状態だったんだろうし、ま、別にそこまでおかしなことじゃないかな。これは、ロイドさん。なんだよ、さっきから。いや、大したことじゃないんだ。最近のアートみたいだけど。いかがですか。はい、一通り終了しました。それでセシルね、あ、いや、セシルさんに報告しようと思いまして。あ、そうだったんですか。それにしてもセシル先輩から聞いていた通りだったな。いつもロイド君の話を聞かされてたんですよ。最近クロスベルに帰ってきたってセシル先輩ずっと嬉しそうで。これだけ可愛かったら納得だな。可愛いって。鼻の下伸びてます。まったく勤務中にだらしがないわね。伸びてないしだらしがなくもないって。まあ待ちな、ロイド。ここはお兄さんに任せとけ。え？かわいいってのは君みたいな子に使うべきだと思うけどな。え？まあ俺もこいつがかわいいってのは同感だけどね。どう？お近づきの印に週末みんなで合コンでも。当然こいつも連れてくるし、こっちも女の子がいるから楽しいと思うよ。ちょっと。そうですね。たまには息抜きもしたいし、スケジュールが合いそうな子を誘ってみましょうか。うん、そうしてよ。クロスベルの居酒屋でいいかな。俺の方でセッティングするからさ。卒がないですね。
がナンパが趣味というだけはあるわね。というか俺たちセシル姉に報告に来てるんだけど。いやしかし光栄だな、君みたいな白衣の天使とお近づきになれるなんてさ。でもうちのナース服って別に白衣じゃないですよ。それでもいいんですか？ノープロブレムさ、その服だって可愛いし、それ以上に中の子たちがみんな抜群に可愛いからね。君なんか特にさ。もうダンディさんたら。おや、抜群に可愛いだなんて照れちまうね。え？あはは、市長。あははじゃないだろう。午後の検温はどうしたんだい？あんたの担当だろう。あ、それに週末といえば大きな手術が入ってるのを忘れたのかい？あはは、そうでした。ごめんなさいランディさん、またの機会ということで。ロイド君に皆さんもまたね。なんなら代わりに週末私が付き合おうか。これでも白衣の天使と言えなくもないだろうしね。いやさすがに恐れ多いっすから。タッチだロイド。まったく。すみません、騒がしくしてしまって。まあいいさ。それで調査はもういいのかい？セシルを呼ぼうとしてたみたいだが。はい、一通り終了しました。それでいくつか判明したので彼女に報告しようと思いまして。セシルはこの時間だと確か、アナウンスで呼ぶのもちょっとあれだしね。そうだ、あんたたち多分あの子はこの上の階の一番奥の病室にいると思うんだ。そっちに行ってくれるかね。病室ですか？お邪魔してもいいんでしょうか？ちょっと訳ありの子が入院していてね。できればあんたたちにも見舞ってあげてほしいんだ。なるほど、わかりました。適当に遊んであげりゃいいってことっすよね。まあそういうことさね。それじゃあよろしく頼むよ。あんたたち、セシルがいるのは3階の一番奥の病室だよ。おや？
長さん？なんでしょう。やっぱりそうだ。あんたティオちゃんだろう。え、どうして。ご無沙汰してます。やっぱりそうだ。大きくなったね。こんなに美人さんになって。見違えたよ。おや、しかしどうしてあんたが警察の坊やたちと。ん？その、いろいろ事情があって、また近いうちに挨拶に来るつもりです。今日は急ぐので、これで。ああ、そうだね。また今度ゆっくりおいで。ティオ、前にこの病院に？ええ、6年ほど前のことです。黙っているつもりではなかったんですけど。その、なんていうか、あんまり気にするなよ。誰にだって言いにくいことはあるんだし。ですが。えい！エリーさん？そんな顔しないの。せっかくの可愛い顔が台無しよ。ま、10年以上生きてりゃお互いいろいろあるってことだろ。まして俺たちは出会ってまだ一月くらいの関係だしな。年齢も性別も違う。趣味も多分バラバラだろう。それでも俺たちはこうして仲間として一緒に行動してる。今はそれでいいんじゃないか。ロイドさん、ランディさん、そうですね。少々ナーバスになっていたみたいです。時間を取らせました。セシルさんのところに行きましょう。調査結果を報告しないと。そうだな。3階の病室に行ってみるか。あ、セシルね。あら、ロイド。市長さんからここにいるって聞いてさ。その、お邪魔だったかな。大丈夫よ、しずくちゃん。今話してたお兄さんたちよ。クロスベル警察に勤めている正義のおまわりさんなの。
正義のって、さすがにそれは過大評価だと思いますけど。そのお仕事お疲れ様です。私はしずくマクレインって言います。ありがとう。って、あれ？マクレインって、どこかで聞いたような。ひょっとしたら面識があるかもしれないわね。しずくちゃんのお父さんはアリオスさんって言うんだけど。風の原生、あのおっさん、娘がいたのかよ。皆さんはお父さんのお知り合いなんですか？いや、知り合いというか、前に危ないところを助けてもらったんだけど。そうだったんですか。うちのお父さん不愛想だから、お気を悪くされませんでした？そんな、とんでもない。こんなすごい人がいるんだなって、身が引き締まったっていうか。厳しいけど思いやりがあって、頼りになりそうな方だったわ。素敵なお父様ね。ありがとうございます。しずくちゃんはお父さん子だものね。そのくせ、お父さんが訪ねても遠慮してあんまり甘えないし。お父さん大好きとか言って抱きついちゃえばいいのに。セシルさんたら。あのすご腕のおっさんが娘に甘えられてる構図か。少し想像しにくいですね。そういえば例の件なんだけど、実はここにいるしずくちゃんが気づいたことがあるらしくって。気づいたこと？その、リットンさんが襲われた晩のことなんですけど、私、眠れなかったから、展示の本を読んでいて、その時、悲鳴みたいなのが聞こえてきたんです。本当かい？それで、どうしたの？その、気になったので、そこの窓を開けて耳を澄ませたんですけど、それ以上悲鳴は聞こえなくて、代わりにハッハッハッって息遣いみたいな音が聞こえて、しばらくしたらタンタンって何か跳ねるような音が聞こえて、それで終わりです。そっか。そのことは警備隊の人には？その私ずっと夢でも見たのかと思ってて、さっきセシルさんから話を聞いて、初めてそのことだって気づいて、ごめんなさい、もっと早くに言ってれば。いや、いいんだよ。ありがとう、教えてくれて。しかし、屋上での調査を完全に裏付ける証言ですね。ああ、最初の悲鳴ってのが、あの研修医が気絶した時、そして狼型魔獣の息遣いと、あの木箱やらに飛び乗って逃げていった時の音みたいだな。それとその私の空耳かもしれないですけど。いいよ、気になったことは何でも言ってみて。さっき話した音が聞こえてる最中なんですけど、何かキーンってかすれた音が聞こえたような気がしたんです。キーンとかすれた音。
特定の魔獣が発する独自の鳴き声かなんかか。その音は普段は聞こえないのね。はい、あの晩だけだと思います。そのやっぱり私の空耳の可能性もあるかも。いや、貴重な証言ありがとう。セシルね、いろいろと分かったことがあるから一通り報告させてもらうよ。うん、分かったわ。それじゃあしずくちゃん、また夕食の時に来るわね。はい、お仕事頑張ってください。ロイドさんたちも調査頑張ってくださいね。うん、ありがとう。また遊びに来るわね。セシルね、数年前の事故で目の光をね。でも全く回復の見込みがないわけじゃないの。少しずつ回復治療を受けながら療養生活をしているのよ。そうだったのか。大変ですね。でもけなげな子でね、お父さんが忙しい人だからめったに会えずに寂しいでしょうに。あなたたちもよかったら今後とも仲良くしてあげてね。なあ、喜んで。そうですね、とってもいい子みたいですし。ですね。俺の素敵トークであの子を笑顔にしてやりますよ。ありがとう。さてと、何か分かったんでしょ？改めて聞かせてもらえるかしら。なるほど、ここから魔獣が入り込んだのね。魔獣がなぜ入り込んだかそこまでは分かっていないけど、何らかの対応策は取った方がいいとは思う。そうね、急ごしらえにはなってしまうと思うけど、魔獣よけのフェンスくらいなら増設できるかもしれないわ。ああ、それだけでもかなり違いがあるっすよ。それなりの強度で可動式のものが必要ですが、この病院にそんな設備が？ええ、確か野外治療用の設備でそういったものがあったはずよ。事務長さんに相談して設置してしまいましょう。お疲れ様でした。これでみんなも安心できるわ。本当にあなたたちのおかげね。
いやそんなでも実際大したことはしていないよ。本当に魔獣が入り込んだか証明したっていうだけだからね。ううん、それがなかったらきちんとした対策も取れずにそのままだったところだもの。あなたたちだったらいずれアリオスさんにも負けないくらいいい仕事ができると思うわ。お姉ちゃんが保証してあげる。セシルね、感激っす。ありがとうございます。とても励みになります。頑張ります。ロイド、お互い休みが取れたら改めてゆっくり会いましょう。お墓参りも一緒に行きたいしね。うん、そうだね。あとはそうね、エリーちゃんとティオちゃんのどちらかと付き合うことになったらぜひ報告してちょうだいね。目いっぱいお祝いしちゃうから。いや、だからどうしてそんな話になるのさ。なんだったらランディ君とでもいいけれど、その時は連絡してね。そういったジャンルを読んでバッチリ鍛えておくから。どんなジャンルだよ。いや、セシルさんが喜んでくれるなら俺の方は構わないっすよ。いや、構おうよ。それじゃあ私はここで失礼しちゃおうかな。みんな気をつけて帰ってね。うん、お世話になりました。ああ、いいな。暖かくって包容力があって頼りがいもあってとっても素敵な人ね。そう言ってもらえると嬉しいよ。実の姉さん以上に世話になってきた人だからさ。それでロイドさん、セシルさんとは実際にはどういうご関係なんですか？え？そうね、ちょっとだけ気になるわね。あなたいつにも増して弟くんって雰囲気だったし。なんだそりゃ。ロイド、あんな素敵なお姉さんとベタベタ甘々な関係ってか、羨ましい。体を交換してください。できないから。バカなこと言ってないで、そろそろクロスベル市に戻ろう。もう夕方だし、帰ったら今日の分の調書をちゃんとまとめておかないと。ごまかしましたね。ええ、それも露骨に。おのれロイド、俺のドストライクな人。そこ、ひそひそ話をしない。